こんにちは。今回はですね、歴史話なんですけど、また関羽の話です。私は関羽は忠義の人じゃないと思いますという話をしたいと思います。で、同じテーマですので、ここで、もう一つ扱いたいんですけど、むしろ私は右近が忠義の人だと思いますという話をしたいと思います。はい。何がっていうとですね、部下をお持ちになった方じゃないとこの話理解するのは不可能に近いぐらい難しいと思います。はい。何がっていうとですね、本当の忠義と忠義とよく似た単に自分の美学を貫徹している人との差だと思います。結論先に言っちゃいますけど、本当の忠義をやったのが右近で、関羽は忠義と間違われやすいですけど自分の美学を徹しただけだと思います。はい。という話をしたいと思うんですね。関羽なんですけども、この関羽はすごく有名で別の動画でも触れてますので、もう省略、はい、します。で、右近、一応ご存知ない方のためにこの右近の説明をちょびっとしておきます。はい。右近は曹操の家臣でですね、ものすごく活躍した、将軍でございまして、ゲームなんかですとそんなにむちゃくちゃ能力の高い評価をされてないんですけども、右近が、有名な関羽に負ける、直前の位が左将軍ですね。で、この時点で右近より偉い人は下降頓しかいませんから、同列に学士がいますね。で、上位に下降頓がいて、後の義のそうそうたる武将たち全員右近より格下ですからね。長領も下降園も宗人も、はい、なのでそれぐらい右近は現実的には功績ごっつり上げてたっていう人です。はい。なんですけども、右近が不人気な理由ですね、最後に、慶州関羽討伐戦の時にですね、洪水にあってですね、軍が壊滅して、一緒に引き連れてきた武将の宝徳が、曹操に忠義立てして、降伏せずに残首を選んだにもかかわらず、右近は降伏してしまって、それで、三国志の読者の評価が著しく低いという方です。そういう人物でございますので、右近はこと忠義って点ではすごく評価低くされることが多いと思うんですけど、これ私は右近こそ忠義の師だっていう話をしたいと思います。はい。何かっていうとですね、冒頭で申し上げました美学と本当に国とか主君のことを思ってるかの差なんですよ。関羽は結果的に忠義的に見えますし、実際忠義傾向が強い人物だとは思うんですけども、本当の心の中で一番大事なこと1位2位の話をした時に、自分の美学と劉備様の命令、多分自分の美学の方が上じゃないですかね。関羽の行動原理、いろんなところに現れてますよね。特に慶州を統治してから色濃く現れてますよね。孫権との縁談を断るとかですね、普通に劉備様が円滑に中国制圧することを考えたら、あれ断ったらダメですよね。孫権との面談、縁談ですね。はい。で、圧倒的強国の義に対して共同戦線を張らないといけないので、その孫権の機嫌を一切取らないとかですね、もう終わってますよね。劉備様の意向を汲んでる行動とはとても思えないですから。だから関羽の生涯通してですね、劉備様のためというよりは関羽自身が信じてる美学のための行動がすごく多いんですね、関羽は。なので劉備にとって関羽ってむちゃくちゃ優れた将軍だったとは思うんですけども、部下として使いやすかったかって言ったら、すごく気難しい面倒くさい部下だったんじゃないかなと思います。蒼天航路という漫画がございましてですね、三国志の。で、劉備と関羽の関係が一番本当の劉備と関羽の関係を表してるんじゃないかなと思います。横浜光輝さんの漫画の三国志、あんな関羽は劉備に忠実じゃなかったと思います。自分の側を劉備に対しても通すところのある人物だったんじゃないかなというふうに思います。史実にそういうのが盛りだくさんありますから。で、片や右近なんですけども、実際右近が降伏した時の状況を考えてほしいんですけども、洪水ですよ、戦闘の結果じゃなくて。三国志の物語だと洪水自体が関羽の計略かのように書かれてますけど、あれただの天才ですから。なので洪水が起こって軍が機能しなくなって、急行軍で引き連れてきた何の準備もしてない軍が洪水にまみれて、ほとんど戦闘不能に陥ったと。で、その時、軍人数にして3万人でしたかね。はい。その3万人が洪水にまみれて戦闘不能になりました。じゃあその時右近が取るべき最大の決断って全滅するまで戦うことですかね。
あのこの動画を聞いてる人たち兵士の身になって考えてほしいんですけど、そんな右近様についていきたいですか？なので右近が取るべき最大の判あの最良の判断があの時幸福だったと私も思いますよ。あのもしですけど、あの関羽が殺さずに捕虜にして何がしかの形で解放される日が来たら、当然その3万人義に帰りますから。なのであの人道的な面でも、あの国力的な曹操様の国に対する忠義的な面でも、あの時点での最良の判断は幸福ですって。で、あの右近はあの3万人の総司令官だから幸福したんですよ。報徳は兵士たちの統率義務がないから自分の美学に徹せれたんですよ。だから報徳は残首を選んだんですね。だからあれは報徳と右近は忠誠心の差の表れではなくて、あれ立場の差ですよ。報徳は自分の美学を貫徹してよかったんですよ。右近は多分苛まれたと思いますよ。美学上の話をしたら、もしかしたら曹操に忠義を表して死んだ方が良かったかもしれないですし、あの兵士たち3万人の命とかを考えたら降伏した方が良かったかもしれないで、多分降伏直前にすごい悩んだと思いますよ。その結果と思いますので、なので右近の判断はすごく合理的だったと思います。で、以前挙げた関羽の慶州戦の動画にもお話しさせていただきましたけど、あの3万人の降伏の兵糧難が理由で関羽が慶州戦で負けた、あれ多分原因第一だと思いますから、右近の3万人の降伏を関羽が解放もせず捕虜解放もせず斬首もせず全員捕虜にしてご飯食べさせてしまったのが、あれが関羽が慶州で負けた最大の理由だと私は思ってますから。なので右近の判断、まあさすがに右近も降伏時点でそこまで考えてないと思いますけど、結果的には関羽を破れさせるかなりでっかい原因を作るのに貢献してますからね、右近はね。まあ、この関羽負けさせる貢献の話はちょっと結果なんですから、右近の気持ちとしては義に対して自分自身の後世の評価よりも義という国とか曹操様に対する忠誠を優先した結果だと思いますよ。なので、私は右近の判断の方が義という国に対しての本当の忠誠を表していると思います。私が好きな言葉で義の将軍の徐行の残してた言葉があってですね、徐行曰くですね、現代語訳ですよ、今まで中国史の中でものすごく優秀だったにもかかわらず真の主君に巡り会えず死んでいった人たちがたくさんいる中で、自分は曹操様という本当の真のいい主君に巡り会えたと、もうこれ以上自分の名声なんか別にいらんので、もうここからは曹操様の理想を少しでも近づけるべく、曹操様の命令をどうしたら効率的に叶えられるかの命令をきちんと遂行することに自分の人生を捧げたいと思うというセリフを、徐行は残してたんですけども、本当に共感します。私も人生理念の一つとしてですね、もし日本にすごい多大な何がしかの貢献ができたとしても、そんな手柄は私の親しい誰かにくれてやって、手柄なんか何もない状態で私あの世に行きたいと考えてますので、この徐行の考え方非常に共感します。ですので、右近も同じ話ですね。という意味で、本当の忠義は右近だと思いますから、ちょっと私の立場、会社の経営者の立場でですね、今の徐行の話とか右近の話をあんまり褒めたたえると、まるで私が社畜大好きみたいに聞こえて、非常に立場的には困るんですけど、まあまあ、仕方がないです。共感しますからね。はい、というわけで、関羽は忠義の人なのではなくて美学の人だと思います。でそして三国志のストーリー上本当の中心は右近だと思いますので、はい、そのあたりを話したくてこの動画をさせていただきました。また今回も尖った意見を申し上げましたので、ご賛同いただける方はいいねですね、いいねだったっけ、高評価ですね、はい、もしお前何言ってんだって思われる方はぜひきちんと低評価を押して文句の一つも書き込んでいただけると嬉しいなと思います。では今回こんなところで、さようなら。